こんばんは。ドスッピンで失礼いたします。ドスッピン失礼。そう、ファンクラブ加入ファンクラブの一員になってくれましたか？個人ファンクラブが開設され、このピンでかい、開設されました。加入していただけましたか？ファンミーティング申し込んで、ちょっと今日中にね、なんか一旦投稿したいなとは思ってます。一番は誰の手に行ったのか。一番取った人、ここで言わなくてもいいので、お話し会とかで教えてください。1番、24番、48番、100番。え、あれってさ、なんか何やっけ、個人じゃない、あれで普通一般ん月間会員の人と、年間会員の人でカードは違うってことは、合計300人にカードが行くってこと？それとも200人しかもらえん中でってこと？ゴールドの人？ゴールドみたいな、なんか年間の人が会員証のあれが変わるだけってこと？合計300なのか200人なのか、あ、合計が300、関係なし？関係なく、あ、そういうことか。なるほど。
年間登録して1年以内に卒業したらどうなるのって。知らんわ知らんわこっちは。まあでもこちらが卒業しなければいい話だから、知りません知りませんって感じ。知ってこっちゃねえわ。ともゆきさん、たねさん、MJ さん、中野さん、あさちさん、奥ゆきさん、りゅういちさん、いとちゃん、まねきねこ、あかえるさんとさん、かわいいギフト、やすべさん、服ありがとうございます。サラピアコンテンツに定評があるから楽しみです。そうですね、ちょっと今まで通り、まあなんか SNS は苦じゃなくやれるタイプなんで、まあまあお任せあれ。コーヒー飲む？コーヒーを飲まないですよ、うちは。確かにね、生誕祭こそファンクラブ活用してほしいね。来年引き落としあるの？そうなの？1年後だ。まだ何も更新されてないって。してないもんだってまだしてないもん。さあもうこういうのは慎重にいくからね。そんななんかツイート感覚、まあさ、ツイートですら結構ちゃんとっていうか、なんてやろ、なんかめっちゃさ、どうでもいい、お腹すいたみたいなさ、そういうことあんま書くタイプじゃないけんさ、そうあれやけど、まあ一つ一つをちゃんと投稿していくおつもりです。更新しないメンバー退会されるって。いいし、しとるし、今まで個人じゃないグループ全体のやつでもしてきたし、率先して率先してやってきたし。多分それを分かった上で入ってくれてる人もいると思うのね。かのりさん、えんちゃん、たーさん、ありがとうございます。そうだよ、本当に言ってきてるから、これまでもこんなこと言えなくとったや。安心してる。ちゃんとコンテンツ投稿していきます。そう、なんかまだファンクラブがいつって確定、いつから始まるって確定してない時から、してない時やったけど、後悔の MV の時にちょっとだけ動画も撮った。まあもしものことがあった時にと思ってね。もしものことっていうか、始まった時のために。浅草は楽しかったですか？浅草あんま行ってないよ。一瞬行っただけ。イモスで。滞在時間30分あったかなぐらい。
行きたいんよね、ゆっくりと。でもなんかさら今までツイッター X とインスタの投稿文と、まあ、あとチャートリーのインスタ文をやったらよかったけど、やったらよかったんですけど、動画もあるってなったらさ、なんか動画も撮らなきゃみたいなあれになりそうやけんさ、気持ちに、まあ、撮れたら撮ったらいいんですけど、もうそうなったらさ、もうカフェの食べ始めがもう遅くなるだってさ、インスタの写真撮るのにさ、なのにさ、うん、それで動画もちゃーんとか撮っとったらさ、もう食べるまでアイスなんてもう溶けてしまう。浅草メロンパン有名。あー、なんかメロンパンって結構前、10年前ぐらいに流行ったよね。サラが中学生ぐらいの時に流行った記憶がある。落ち着く今なさそうって、その一旦24時間ぐらい寝たい一旦24時間ぐらい、来週落ち着けると信じてる。なんか結構メンバー今月ゆるりとしてる人たちが多いみたいなんで、来週はちょっとゆるりとしたい。しんごくん、さやまっちゃさん、ありがとうございます。夏のアイスはもう秒で溶けるからね。カフェ求めてる歌は私のファンにはいますから、あんたかどうかは知らないけど、私のファン、おしゃれのもうおしゃおじたちがいっぱいいるんだからね。カフェにすぐ入れる躊躇に帰る、カフェに慣れたおしゃおじたちがいっぱいいるんだから、舐められちゃ困ったものよ。すけさん、ちこちゃん、竹まつるさん、ありがとうございます。そう、今日は絶対にインスタを載せる、もう今日は誓っている、インスタを投稿すると。なんか公式、何これ、公式インスタグラム
STU の公式インスタグラムのコメント欄にハートをコメントしたら、メッセージからなんやねん、モバイル壁紙って全員かいなんか個人のさ壁紙が送られてくると思ったら全員の集合のやつやった。なんやねん、まさかのまさかのでした。もう外は暗いです。冬って暗くなるのが早いけん嫌だ。暗いとさ家に帰りたくならん？早く帰りたいってならん？とっとと帰ったろってならんみんなならんか多分夏の暗さやったらまた違うよね。多分冬の暗さってなんかさ家に自分の落ち着く家に帰りたくなる。年間会員になったよってあざす。最近ちっちゃい頃とか特にさ友達と遊んでる時とかさあのなんていう暗くなった冬はさ早く帰らんといけんみたいな感じやってさ帰りたくないまだ遊びたいみたいな感じやったけど今は違う。でもあれが一番嫌い。なんか仕事の時は明るくて仕事行くまでは明るくてで部屋入って仕事して外出たら真っ暗みたいな時うわもう夜だってなる。うわもう夜だって気持ちになる。夕方になったら帰りましょうみたいな放送流れてないそういうのはなかったけど帰らないと。夏はねラジオ終わり春かなとかラジオ終わりの
朝ラジオ終わる頃にはもうめっちゃ明るくなっとったんやけど。そう、でも今はまだ暗いね。なんで博多弁なんで、福岡出身なんでね。明日4時起き。そうよね、なんか早い時間もさ、なんかあれよね。わかる。明日4時起きの私に元気をくださいって。大丈夫、私は明後日かし明後日は6時寝の、いやもう寝もないかもしれんって感じなんで。早く寝ましょう寝れる人は早く寝ましょう。寝れて朝早いって人はもう早く寝ましょう。今日さ配信なんかちょっと早いし、早く寝ましょう。ヒロさん、さやまっちゃさん、大愚さん、ひろふみさん、フックポンさん、モンブランさん、セディアさん、とうとうギフト、ゆうきあきとさん、ありがとうございます。そファンクラブね、まだ入ってない方ぜひ入ってください。今日中に何かしらを投稿します。うん、そろそろランキング読もうかな。ファンクラブ投稿しますし、まあインスタはね今日絶対投稿すると思う、自分に誓っているので投稿します。じゃあランキングを読みたいと思います。 S坊さんありがとうございます。48位そうちゃん、24位プーチンさん、13位中野さん、12位 MJ さん、11位タネさん、10位エンちゃん、9位奥行きさん、8位さやまっちゃさん、7位ターさん、6位竹まつるさん、5位フックポンさん、4位いとちゃん、3位やすべえさん、2位赤ヘルサンタさん、1位セリアさん、ありがとうございました。それでは何食べよう、まだ決めてない、何食べようかな、もうお腹空いたと。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。